鮮度抜群、毎日 IT パパニュース。こんにちは。クスッと笑える IT ニュースのパパニューススタートです。お相手は都内の IT 企業の営業パパ丸山です。そして娘2人、小学生のボイミとシーコもパーソナリティとして活躍中です。パパニュースの裏話、パパニュースのプレミアムリスナーしか参加できない特別なイベントも開催していますので、ぜひプレミアムリスナーパパっ子になりませんか。というわけで今回はですね、日経トレンディがですね、ヒット商品の番付発表しましたが、早くも来年の2022年ヒット予測ランキングを発表しました。その中で IT っぽいものをちょっとご紹介していくシリーズをお届けしていきたいと思います。今回は移動で稼ぐ、そんな時代がすぐそこに来ています。一緒に見ていきましょう。マイルズエアーポケットをローンチします。移動が価値になる時代にマイルズエアーポケット。というわけで今回はですね、日経トレンディが毎年発表しているヒット予測ランキング、なんと早くも2022年のヒット予測ランキングが発表されました。そこで1位だったのがマイルズ ANA ポケットという名前だったんですね。これ一体何なんでしょうか。移動に革命が起きるらしいです。ということで一緒に見ていきましょう。この2つの製品、共通しているのは移動するだけでポイントが貯まるというサービスなんですね。マイルズの方なんですが、こちらはアメリカのサービスになります。2019年アメリカでサービスを開始しました。移動した距離1マイルごとに1ポイントもらえます。さらに移動手段をですね、 AI が自動判定します。スピードとかで判断するでしょうね。自然に優しい移動手段には多くのボーナスポイントがもらえます。例えば飛行機だと 0.1 倍むしろ減っちゃうみたいな感じなんですけれども、徒歩やランニングだと10倍になるということで、おだったら徒歩で行こうかなってね、思いますよね。で、このようにいろんな移動方法で駆使して貯めたポイントは、提携した企業の商品とかと交換できるという形になるんですね。で、日本でもサービス開始しておりまして、例えば貯まったポイントでファミリーマートのコーヒーがもらえる。そんな特典がね、あったりします。さあ、そして一方の ANA ポケット。12月リリース予定なんですが、基本的な思想はこのマイルズと一緒です。日常で移動したポイント、をですね、これマイルで貯めることができます。飛行機の移動だけではなくて、徒歩、電車、自転車、自動車、すべての移動にマイルが貯まるということになりますので、マイルで生活できる世界、これを目指しているというアプリになります。いや、とうとう移動で稼げる、そんな時代に、ね、なってまいりましたね。今までコロナ禍であまり移動ができなかったので、だんだんコロナのね、収束が見えてきたところで、移動の起爆剤となりそうな気がします。ヒット予測ランキング1位になるのもわかりますよね。で、これ面白いなと思うのが、技術としてはもうすでにあるもので新しくないんですよね。GPS 機能を使ってどこからどこまで移動したっていうのがわかればいい。それにプラス付加価値を与えたというのが、この2つのサービスの面白いところかなと思います。で、新しい何かを生み出そうという時に、ゼロから生み出すっていうよりかは、今あるものを組み合わせて、意外に仕組みは簡単なんだけど、新しい価値だねっていうね、ビジネスができるとね、面白いですね。普段飛行機以外でめちゃめちゃ実は移動してるっていう人にはね、これぴったりだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。移動でポイントがもらえる、だから歩こうってのもいい動機じゃないですかね。仕事いつもお疲れ様。あんまり無理しすぎんなよ。これでも聞いてゆっくりしな。え？これ？コーヒー沼で泥遊び。コメント返し。あなたと私の心をつなぐコメント返しのコーナーです。今回はですね、ハッシュタグ企画、夢や目標に満足してはいけない2000回配信で見えたものの回にコメントいただきましてありがとうございます。まずはリーちゃんさんですね。私も夢はまだまだ続いてます。もっと精進せねば。パパがラジオパーソナリティになる日を楽しみにしてますよ。フレーフレーパパさん、リエちゃん風。 ありがとうございます。川渡リエさん風でありがとうございます。なれるかな。もう
で、ちょっとだと、あ、そうなんですよ。あ、ちょっと結果は後でね、お届けいたしています。本当にありがとうございます、リーチャーさん。頑張ります。私も精進していきます。一緒に精進していきましょう。よろしくお願いします。続いて、親指マソさん。パパさん。私は夢がないので、代わりにチャレンジできる限り夢を追いかけてほしいです。ほう。これが噂の。プロセスエコノミー？知らんけど。フレーフレーパパさん、リエちゃん風。ありがとうございます。まあ、応援してもらえるとすごい嬉しいですね。その代わりに、もう代わりにもう、もう親指マサさんの代わりにじゃガンガン夢を追いかけていきたいと思います。ありがとうございます。そして、バミューダさん。満足しない。かっこよすぎます。パパ。ありがとうございます。いや、満足しちゃうとね、ボイシーランキングね、駆け上れないですよ。ありがとうございます。そして川口直樹さん、夢は叶えるもの、叶える秘訣はやめずに挑戦し続けられることですね。ああ、そうだと思います。あの、最後まで立ってるっていうのが大事じゃないかなと私は思ってます。はい。そして地元トークとしては、兵庫県の姫路はご存知でしょうか。姫路城と呼ばれ、真っ白なお城が特徴的です。映画の撮影でもよく使用され、最近では星野源さん出演、引っ越し大名やルローニケンシンでも撮影されてます。あれ、姫路城だったんだ。さて本題ですが、姫路のイントネーションどうなってますか。アナウンサーが姫路城という時は問題ないんですが、姫路単体だと姫路と違和感のある発音になるんです。パパさん、姫路って違和感なく言えますか。これ姫路が違和感ってことですよね。姫路が正解ってことですよね。これちょっとあのレディオスターオーディションの、はい、やつでも使う、あのオーディションで使わせていただきました。はい。ノービーさんは多分姫路でも、一応アクセント地点だとどっちでもいいらしいです。これ地元のこだわりですよね。だからね。ありがとうございます。そしてゆきさん、夢を追い続けるパパさん、かっこいいです。ありがとうございます。私も密かに夢がありまして、諦めかけていたんですが、頑張ろうかなと思いました。お、頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。密かだったの、密かな夢が何なんでしょうかね。でも頑張りましょう。はい。ところでパパさん、全国で唯一電車が走っていない県ってご存知ですか。私の地元なんですが、すんごい田舎なんですよ。高校時代は汽車通学をしてました。え、汽車ってどういうことですか。汽車、これ徳島県内は電車が通っていますが、はいはい、電気で動いているのではなくディーゼル車なのです。そして私たちはそれを汽車と呼び、県外の方に電車って言われると 100% いや、電車じゃなくて汽車と訂正します。人口も少ないので一路で運行することもあり、のどかな風景が見られます。駅員さんと乗客も顔見知り、一本遅れると次の汽車まで1時間待ちなんてことも多いので、ダッシュしたのにドアが閉まったって時も、もう一度開けて乗せてくれます。じゃないと遅刻しますから。あー、すごい。え、でもユキさん、あれ沖縄も一緒じゃないですか。え、と思ったら、はい。ちなみに沖縄はいわゆる電車ではなくモノレールなんですが、そう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 、一応電気が通っているので、ここでは電車とみなすという。この徳島県人のこのね、汽車か電車かの線引きがね、すごいこだわりがありそうで、めちゃめちゃ面白かったです。これレディオスターオーディションで紹介させていただきました。ありがとうございました。いや、こういうのね、ちょっと私ね、レディオスターオーディション合格したら地元をテーマにした番組にしたいと思うんですけど、こういうのめちゃめちゃ欲しいですね。これをもしいっぱい集まりそうだな、ちょっと自信が湧いてきました。ありがとうございます。そしてこれちょっとね、いっぱいこれに対してコメント来てるんで、ぜひこれテキストで皆さん読んでください。そして和代さん、才能は開花させるもの、センスは磨くもの、わかる人いるかしら。どうも野獣の会から来ました、カチカチ。ごめんなさい、これどれ、ちょっとわかんない。これちょっと解説お願いします。解説お願いします。有効ママ退場と同時にフォロワー数も安定、パパの実力ですね。いや、パパでもママでも応援します。そして今夜の生放送ダブルヘッダー楽しみにします。ありがとうございます。そう、金曜日生放送ダブルヘッダーだったので、ぜひ新太郎谷さんの方のあのウラシーのね、 MC が語る方もぜひお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。そしてゆかりちさん、いつもよりお声が力強く感じ、うちに秘めた熱い思いを垣間見ました。応援してます。ありがとうございます。いつもね、込めていきましょう。この熱い思い気持ちを常に込めていきたいと思います。熱苦しいかな。よろしくお願いします。というわけで、たくさんの応援コメントありがとうございました。この回やっぱりハッシュタグ企画でめちゃめちゃ再生されておりますので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、夢を叶える第一歩ということで、ラジオ DJ オーディション、レディオスターオーディションの1回戦が開催されまして、昨日投票が締め切られました。見事、ドゥルルルキッシュ。
突破いたしました。ありがとうございます、ありがとうございます。 2回戦ですね、はい、2回戦進出いたしました。2回戦もね、強敵揃いになりますので、ちょっとまたね、胃が痛い週になりますけれども、ぜひとも引き続き応援のほどよろしくお願いします。まあ、まだ大丈夫です。あの詳細はまたね、あの応援してほしい、あのポイントゲットできるタイミングとかまたお知らせしますので、ぜひお力をいただけると助かります。というわけで本日もパパニュースに耳を傾けていただきありがとうございました。お相手はボイシー IT ダジャキャスターパパ丸山でした。明日へリブート、バイバイ。